なった、つらい。ほい、それじゃあ出発。はい、このメンバーで行きます。さてさて、お、伸びた伸びた。はい、ここでまたしてもね、料理人、料理人、美食家やんね。ごくごく、これは体に森が広がっていく。どういう表現。療薬は口に逃がすと言うけれど、この薬美味しさも極めている。このお薬毎日飲みたい。毎日飲みたいお薬ちょっと危ないと思う。おや、私は美食家フロウィー。これの読み方がいつもわからない。でもなんかアンダーテールに出てくるキャラクターっていうことは分かったよ、コメントで。最高料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。お、エルフの飛躍ゲット、激レア。見た目的にすごいいいけどね。ボナペティ。フィッコーちゃんのあの落書きみたいな花がすごいじわるんやけど。めっちゃじわるんやけど。さあ、それじゃ進んでいきますかね。いくか。お腹痛い、大丈夫。私は頑張ろ。いや、そこはちょっとメグちゃんのことも励ましてあげてよ。苔で足元ふっかふか。苔ないように気をつけて歩こう。はっ。苔で苔る。親父ギャグ出ちゃった。かわいい。かわいい。いいね。苔で苔る。大妖精の秘密知りたい。私も知りたい。知れるものなら。はい、来たよ。イビルバンシー。やめてよ。さあ、行け。一回一回のね、この攻撃で減る体力がね、多いけんね。ほら、みんなに回復料理を。お、いいね、いいね。いいね、いいね。お、メグちゃんにいいとこ見せたい。しかし、この攻撃力の弱さよ。大丈夫か。怪我しないでくださいね。ここも回復とかしてくれたらいいんやけど、まあでも攻撃も大事。正気を保ったというか、何も考えていないというかっていう感じやけどね。スラッシュ。お、よきよき。めぐちゃんのスラッシュ強いよね、だいぶ。手伝うね。ありがとう。おはよう、世界。いいね。さあ、これで汗かいちゃった。こんなに寒い時期なのに。あ、でも寒くても汗はかっけどね。私結構バイトとかでバタバタしてるときめっちゃ暑いもん。動きよったら暑くなってくるよね。よっしゃ、行け。踊りましょう。応急ダンス。お、いいね、いいね。ちょっと一人だけノリが悪いんじゃない。あ、やばーい。ちょ、マイペースじゃなくって。おー、よかったよかった、やる気。いつもよりも気合を入れて回復料理を作ってくださいまし。だからフィッコーちゃんばっかり食べよる気がするけど。盛り上がっている。いけ。発射。怪我しないでくださいね。すごい穏やかそうな感じよね。そして何気にちょっと強いっていう。え、でもあれかな、うちのメンバーに比べたら弱いのか。わあ、ちょっと待って。メグちゃんが危ない、メグちゃんが。ああ、危険、危険すぎる。メグちゃんとフィッコーちゃんが危ない。いや、全員危ない、なんなら。なんなら。ありがとう。ありがとう、私だけど。あ、自分で。よかった、よかった。ちゃんと持ってて。お、みんなそれぞれ。アユナも持っとるね。アユナはあれか。自分で作ればいいっていうことやけど。頑張って。優雅だね。回復したところだからね。はい、回復料理。料理作ってばっかりだな。まあでもしょうがないけどね、それが回復やけん。フィッコーちゃんの攻撃力がものすごく弱いんだな。ね、まだまだ弱いんだな。ドキドキします。本当に。めっちゃなんか、平静な感じにしか見えないんだけど。余裕だね。余裕ではないです。さっきからめっちゃやられかけてるのに余裕ではない。あー、危ない！ヒッコーちゃんが。お、
新しい技、フラワー、花が咲くよ。おお、ここでやっと目覚めたやっと使ってくれた回復技を。これ今のこのレベルやったらね、2人ぐらい回復役がおらんとやってられんよね。猛烈な眠気、ご飯抜きだな、やめて。まあ、確かに猛烈な眠気の中ご飯食べよったら多分ね、もう記憶がなくなる感じになると思うんやけど眠すぎて結構さ、私ガクガクなりながら食べよることとかあるけんね。でも子供かって感じやけど。あー、危険危険よ、メグちゃんが危険よ。オッケー、大丈夫。メグちゃんとフィッコーちゃんがなんか定期的にお亡くなりになりそうになるけんさ。いやー、全体攻撃をやめてください、フィッコーちゃんが。なんでフィッコーちゃん回復技使わないのねえ、花が咲けばいいのに花が咲けば。お、応援応援。ほら、もうバナナなくなったやん、フィッコーちゃん。まあ、でもあれか、バナナなくなったところで倉庫の中に多分いっぱいあると思うけどもうこの辺めっちゃ敵が強いんよね、やばいわ。いや、ちょっとほら、ええな、ご飯を作ってください。はい、回復料理、自分の方なのね。プーさんも危ないんだよあー、ほら、あと1しかない、ここまでかな。お、諦めないで、来たー優しいメグちゃん。しかし2人ともだよ、花が咲くよ。このキラキラした目好き。あれなんやね、でもそんなに回復しないそんなに回復しない。自分の時結構回復したような気がしないけどな、レベルが低いからか、もともとのなんかこう最大値が低いからか、体力の。はい、心優しいメグちゃんに。なんかもうアイナが攻撃をしてるところを全く見ないここまで来たら全く見ない、もうずっと回復役運転しとるね。はい、そして花が咲く、ありがとう、ピッコーちゃん、ありがとう。お、 MP やめね、大事、技を出すのに大事よ。なんかあれよね、みんなこう協力し合ったりとか、いろいろいいとこ見せたいとかやけん、大妖精の疎外感半端ないよねあ、怖い、プーさんとフィッコーちゃん余裕じゃないよ、どこをどう見て余裕だと言っているの。ちょっと私にはよくわからない。お、レベル上がった、フィッコーちゃんレベルアップ。扇風機を覚えた、激しい風を巻き起こして敵一匹を吹き飛ばす攻撃魔法、いいね。グレムリンのやつ普通に美味しそうなんよね。え、でもなんか青かった、気のせい誰のレベルも上がらないか。ほい、それじゃあ、お、なに、誰、プーの部屋に行きたいな。なるほど、連れて行ってあげよう。ということで、はい、どうぞ。プーの好きな人って誰？いないよ。嘘だ。嘘じゃないよ。なんだ、嘘じゃないのか。物分かりいいんだね。急激な興味のなくなり方。スピードが半端ないんですけど。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。アピール、いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。はい、それじゃあ、みんなでご飯をお任せで、もう食事147個あるもんね、やば。はい、そしてお小遣い。え、誰も何も欲しがらないな、マジで。じゃあゲームコーナーでルーレット、武器枯葉、これはあれかな、フィッコーちゃんやね。よし、武器来い、武器。今ちょっとまだだいぶ弱いから武器で強化していかなければ。あー、これはバナナとかになりですよね
ですよね。なったわ。武器の幅あんだけあって。あんだけあって。やば。はい、それじゃあ出発しますか。はい、このメンバーで。もちろん。あ、伸びたよ、伸びたよ。はい、それじゃあ、出発していこう。行くか。イエイイエイ。わかるわかる。何がどういう会話かが私にはわからないよ。東の門は閉じられてるの？はい。強力な魔法で封じています。あ、でも、大魔王を追うなら魔法を解きますよ。うん、お願い。まずは姉さんを助けないと。三姉妹が揃わないと解けないんです。そうなんだ。よーし、頑張ろう。はい。よし。大妖精の服いけてる。確かに可愛いね。確かにこう、なんていうん？ギャグ系とかネタ系とかじゃなくって、普通に可愛い。びっくりした。落とし穴に落ちるんかと思った。フラン姉さん。あー、顔が。でも、入れ物というか、周りが可愛いからな。ほうほうほわー。来たよ、来たよ。はい、来たー。フランフクロウ。一瞬どこに顔があるんかと思った。さあ、みんな頑張れ。あーでもな、枯葉ゲットして、ピッコーちゃんを強化できなかったことが悔やまれる。あー、やめてー。あは、レグちゃんが、アホっぽくなってしまったー。つらい。おー、ナイスー。その状態でもちゃんと言ってくれるのね。めっちゃなんか、顔大丈夫、メグちゃん。かなり好き。二人は挟み撃ちを覚えた。ちょっとじわるんだけど。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き、大ダメージを与える。ああ一発がでかい。でもさっきより一応1レベルだけでも上がったけん、大丈夫かなとは思うんやけど。怪我しないでくださいね。まるで回復をするかのごとく。あれってか、バナナ、そんなになかったんかな倉庫。ほら、さっき使い切ったピッコーちゃん、もう1個しか持ってないもん。今回まだ使ってないのに。ってことは1個しか取り出してくれんかったってことやろ。少ない。あ、でも他の子も持ったんかな。はぁ。はぁ、ラストのバナナ。やっぱりプーさんの攻撃力が結構高いよね。戦車やし。今日のご飯は何かな。集中して。集中して、めぐちゃん。集中してくれたら多分もっと強いはず。だってあの状態であんだけ。ね、大丈夫？大丈夫じゃないよ。どう見ても大丈夫じゃないから直してあげて。いや、これは。あああ、ぼーっとなったよ。ちょっと待って。ほら、めぐちゃん。めぐちゃんを安全地帯に。さあ、これで。そう、頑張りすぎよ。だから、後ろに下がって。これ、正気に戻ったら、また、今度は、プーさんかな？うん。プーさんの方を後ろに下げると。あ、我に帰った。よかった、よかった。いやー、ずっとあのお顔かと。つらい。さあ、それじゃあ。はい。次はプーさんね。正気に戻って。ああもうみんななんか交代交代でかかるんだけど、誰か助けなさい。お、さあこちらへ。かっこいいぞ。新しい技、エスコート。いいね。あらあら。今日のご飯のことしか考えてない。しかもそんな中新しい技。扇風機。新しい技はもっと全力の時に全力でできる時に使おうよ。はい、そして次。はい、フィッコーちゃん入って。勝てるぞ、勝てるぞ。だから頑張れ。気を確かに。気を確かに持つんだ。お、おはよう世界。いいね、いいね。これで顔が戻ってきたよ。あら、ありがとう。いいえ、どういたしまして。はい、勝利。勝ったぞー。森の上ミックスナッツ、いいね。見た目的には美味しそうよね。
はい、これでフランの顔が戻ってきたと。このね、外見というか、あれがすごいいいよね。セクシーな感じ。一瞬動きを早くしてしまった。大妖精長女フラン、どうなっちゃうかと思ったわ。姉さん、あのカクカクしかじかで、あら、そう、大魔王って東へ行きたいのね。うんうん、そうなんです。いいわ、それじゃ東の門で待ってるわね。行きましょう大妖精。行きましょう大妖精。待って姉さん、あの、ありがとうございました。大妖精が仲間を抜けた。あー、戦力が一人減った。はい、やでを発見。いや、連れて行かれてしまったよ大妖精、つらい。レベル上がるかと思ったけど上がらんかったね、めぐちゃんと。お、次はアイドルの部屋に行きたいな。めっちゃ移動するやん。前回もそうやったよね。はい、それじゃあまあアイドルのところに行っていただきましょうか。あ、間違えた。はい、暇だな。よし、イメチェンしよう。え、まあ、髪型一緒やしね、二人。ちょっと待っててね。どんな感じになってくるかな。お待たせ。王子様やん。なんか王子様っぽくない？どう？別人みたい。てか絶対別人だと思う。はい、スキーレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。枯葉が欲しいです。私、枯葉が欲しいです。あ、でも HP バナナもちょっと重要かなって思いよる。今ね、最近 HP バナナめっちゃ使うもん。めっちゃ使うし、めっちゃ使い切るもんね。はい、 HP バナナ1本ゲット、ありがとう。はい、そしてお小遣い。誰も欲しくない、マジで。そんなにいらない。そんなに、どんだけだよ。はい、お任せで。くー、3人までは絶好調だったのにな。最後の1人最後の1人がダメだった。ほい、それじゃあ出発しましょう。さあ、行くぜ行くぜ。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。